気象庁は岐阜県に記録的短時間大雨情報を出しました。岐阜市岐阜付近と本須市本須付近で午前0時20分までの1時間におよそ100ミリが降っているとみられます。災害の発生につながるような猛烈な雨です。土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。